はい、今回の動画で、ある程度のショートヘアスタイルが切れるようになる簡単なやり方を紹介します。まずはここ半分で留めます。次に後ろもこの半分ぐらいで留めます。今回は片側だけ切っていきます。このように分けることができますね。これはこういう感じになってますね。これは大体こう生え際の形が大まかにこう上にもできた状態です。では早速切っていきます。まず今回は、耳ギリギリぐらい、スレスレぐらいで切ります。まず頭の丸みに合わせて真下に下ろします。真下に下ろしたら少し斜めに、同じくこの頭の丸みに合わせて真下に下ろしたところで、先ほど切ったところからちょっと同じように前下がり、後ろを切ります。後ろもこれはこの長さだからというわけじゃなくて、好きな長さでいいです。で、後ろこれぐらいで、まっすぐ素人さんとかはもう切りやすいように切ってもらっていいと思います。で、後ろに切ったら次ここですね。ここも同じく頭の丸みに合わせて下に下ろしたところで、ここから上に向けて曲げます。同じく ここから下に向けて一応アウトラインがつながった状態です。で、ここから慣れないうちはちょっと水で濡らした方が切りやすいと思います。はい、ここからまた頭の丸さ対して真下に下ろしたところで、今度首、この頭の形があります。頭の形に合わせてまっすぐ引き出します。で、この下の長さ
わせて延長線上にそのまま切り進みます。内側も同じくこの丸みに合わせて下に下ろしたところで同じように今下が切り終わったので次上です。上もこのように頭の形に合わせてまっすぐ引き出して下の髪の毛落ちるところで切ります。これはあの後ろに引いたり前に引いたりじゃなくてちゃんとこう頭のこの丸みに合わせたところでこう下ろしたところから頭のこの形に合わせてまっすぐ引き出して切っています。これを上もですね、同じようにこのまんま髪の落ちるところで慣れるとあの全部感覚で頭の丸みと全て入ってるんですけど慣れないうちはある程度細かくこういう太くとるんじゃなくてちょっと細く取って切ってあげてください。全部頭のこの形に合わせて引き出すことですね。で前髪も切りたい長さ、そのまんまこの生え際の形に合わせてまっすぐ引き出して切りたい長さで、ちょっと丸みを持たせたいのでちょっと曲げて
ましたよ。で、つなぎで曲げてあげる。はい、今こんな感じですね。よくこういう形のショットの人がいると思うんですけど、もう一回おさらいしますね。まず切りたい長さに切ったら、ちょっと斜めに、でこの時も頭の丸みに合わせて真下に引き出して、そこからのつなぎですね。でここだけで言うと頭の丸みに合わせてこっちに引き出す。こっち側は丸いのでこっちですね。後ろじゃなくてこっちに引き出して切っています。でこのアイギアのところも丸みに合わせて下に下ろしたところで、下の髪の毛とつなぐように曲げて切っていきます。これも全部頭の丸みに合わせて、こう位置を変えて切っていってますね。で今回ベースこんな感じで切ったんですけど、これをこれだけではスタイルにならないので、次回こう減らし方をやっていきます。ショートの減らし方ですね。今回は以上です。